皆さんこんにちは。これから自宅でも簡単にできるトレーニングを紹介していきます。このトレーニングはサッカー選手を目指した小学生を対象にしたトレーニングですが、誰でも簡単にできるトレーニングですので、皆さんも一緒にやってみてください。まず手と足を肩幅に広げ、肘は肩の真下に置き、そのまま体を持ち上げキープします。肘とつま先で体を支えて、頭からかかとまでがまっすぐになるようにしましょう。この時にお尻が上がったり、体を反ったりひねったりしないように注意しましょう。顔はやや前方を見て、肩甲骨を引き締めるように意識し、腰を反らないようにしましょう。お腹を引き締め、ドローインを意識するのと同時に、お尻の筋肉を引き締めて行うと効果は上がります。毎日10秒間、2セットからでいいのでやってみてください。このトレーニングでは体幹を鍛えることができます。体幹とは体の軸となる部分を言い、動きのほとんどはこの体幹から始まります。体幹を強化することで上半身と下半身の連動性が高まり、全身を使ったパフォーマンスレベルの向上にもつながります。全身を使うサッカーにおいてとても重要となりますので、皆さんも頑張ってやってみてください。毎日続けることが大切です。